ヤクストハウゼンは、ドイツビュルテンベルク州北部のハイルブロン郡に属す、マチソン。ヤクストハウゼンは、ハイルブロン郡北東部、ヤクスト川が、ネッカー川に注ぐ河口から約50キロメートル、遡った、下流域に位置する。ヤクストハウゼンに隣接する、市町村は、南西から時計回りに、ハルトハウゼンアムコフハー、ビッテルン、シェンタール、ホルヒテンベルク。 ヤクストハウゼンは、メックミュール、ロイクハイム、ビッテルンと行政共同体を形成している。この自治体は、ヤクストハウゼン、オルンハウゼン、プフィッツホーフの各地区からなる。2世紀にローマ人たちは、現在のヤクストハウゼンに DE メスの城塞を築いた。ヤクストハウゼンの集落は、1九十0年に初めて文献上で研究される。年頃、 ヤクストハウゼンのベルリヒンゲン家が初めて記録されている。30年戦争では1646年8月10日にスウェーデン軍の破壊を受けた。1806年にヤクストハウゼンはそれまでの帝国騎士領からビュルテンベルク王国領に移された。オルンハウゼン・オルンハウゼンは781年にジークマール・フォン・オランハウゼンが全所領を ロルシュ修道院に寄贈したというロルシュ文書の記載が書室である。12世紀に風前家が霊園としてオルンハウゼンを領した。風前家が断絶するとこの村はベルリヒンゲン家の所領となった。1806年にオルンハウゼンはビュルテンベルク王国に編入された。上下に分割された縦型。上部は銀字で水平に置かれた黒い腕。 下部は黒地に五本スポークの銀の車。街の旗は黒と白。ヤクストハウゼンはかつては家の図柄を描いた別の紋章を持っていた。1935年にビュルテンベルクの文書担当部門の賛同を得て現在の紋章に変更した。現在の紋章は上部にゲッツフォンベルリヒンゲンの鉄の義手を、下部にベルリヒンゲン男爵の紋章が描かれている。 この紋章と旗の色は、1963年3月4日に、ビュルテンベルク内務省により有効となった。ヤクストハウゼン・ゲッツの城オルトハウゼン地区見応えのある、ヨハネス教会は、オルトハウゼン地区にある。ヨハネス教会ができる前、すでに13世紀に建てられた、礼拝堂が同じ広場にあり、ビッテルンの聖母教会が管轄していた。 ヨハネス教会は1408年に建設された。その後、司祭館が崩れてしまい、オルンハウゼンでは宗教儀礼が取り行えなくなってしまった。このためベルリヒンゲン家はヤクストハウゼンからオルトハウゼンに聖職者を補充させた。現在までオルトハウゼンにはヤクストハウゼンから聖職者が派遣されている。この教会にはローマ時代の祭壇席、 1668年のキリスト十字架像1796年のメツラーオルガンがある。最も古い鐘は1510年製である。聖具室への入り口近くに1408年にラインハルト司教によって建設された胸の石膏の書き込みが残されている。ヤクストハウゼンの魅力の一つに毎年6月から8月に開催される上官祝祭演劇祭がある。 宮朝役場にはフリードリヒ・クラプフ博物館があり、2000点以上のローマ時代の出土品が展示されている。ゲッツの城の城間博物館にはゲッツフォン・ベルリヒンゲンの本物と言い伝えられている鉄の義手やローマ時代の遺物がある。1994年以降、ヤクストハウゼンでは毎年著名な芸術家の作品を展示する彫刻展示会が催されている。 5月から10月まで、毎月最初の日曜日に、トラウテンホーフでオートバイ礼拝式が開催され、平均1200人の訪問者が参加する。この街の重要な交通路は、ヤクスト川の渓谷を走る道路である。ハイルブロンまでは、約40キロメートル、シュベービッシュ春や鉄道及び交通の分岐点である。 クライルスハイムまではそれぞれ約 50km の距離にある。メックミュールにはアウトバーン A81 号線のインターチェンジがある。この地域の最寄り駅はフランケン鉄道のメックミュールの駅である。狂気鉄道のヤクストタール鉄道がヤクストハウゼンを経由していたが1988年に廃線となった。ヤクストハウゼンでの出来事は 日韓神のハイルブロナーシュティンメの北東版が報じる。ありがとうございます。